乃木坂46の5期生、菅原さつきが、7日放送の文化放送、乃木坂46の、の、毎週日曜午後6時から6時30分にて、17代目 MC に就任することが発表された。菅原さつき、乃木坂46の、の、MC 決定2013年4月に文化放送で放送を開始した同番組は、2023年度に番組10周年を記念する特別企画として、乃木坂46の5期生11人が月替わりで番組 MC を担当するリレー形式パーソナリティ企画を実施。集大成となる2024年3月には5期生のみが出演する、乃木の5期生スペシャルを展開した。4月7日の放送では、菅原が17代目 MC に就任することを番組冒頭でサプライズ発表、初回ということですごく緊張しているんですけど、たくさんの先輩方が担当してきた MC を5期生として初めて担当させていただくことになりました。緊張はしますが、ラジオを好きになったきっかけが、乃木の、に初めて出演させていただいた時だったので、そんな、乃木の、とのご縁も感じつつ、私らしく楽しんでいきたいです、と MC 就任の意気込みを語った。田村真由、菅原さつきへアドバイストークでは、菅原からの、ラジオ出演の際に心がけていることは、という質問に対し、ゲストの4期生、田村真由が、メンバーの名前は最初にフルネームで言うようにするとか、乃木坂46のことをあまり知らない方にもわかりやすく伝わるように気をつけていますとアドバイス。菅原は、いろいろな先輩から、ラジオのスキルを、学んでいこうと思います。学べるところを、いっぱい見つけたいと思うので、これからもたくさん番組に来てくださいと声を弾ませていた。初回の収録を終えた菅原は、17代目 MC のことを聞いたとき、最初は驚きましたが、すごく嬉しいという感情が自分の中で一番大きかったです。初回は、よくお話しする先輩でもある田村真由さんのおかげでリラックスして、いつもの空気感をお届けできたのではないかと思いますと解雇。今後は番組を通して、乃木坂46を知ってくださっている方には私たちの空気感をお届けできたら嬉しいですし、この番組をきっかけに乃木坂46を初めて知ったという方にはどんどん興味を持っていただける入り口になれるよう、頑張っていきたいですと意気込みを明かした。